サントルイコールバルド・ロワール地域圏は、フランス中部に位置する、地域圏。東は、イルド・フランス地域圏とブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域圏。西は、ノルマンディー地域圏。ペードラ・ロワール地域圏。ヌーベルイコールは規定の地域圏。南は、オーベルニュ・ロー・ヌアルプ地域圏に接している。主婦はオルレアン。内部に、ロワレ圏、シェール圏、ウールイコールエイコールロワール圏。 アンドル県、アンイコールエイコールロワール県、ロワールイコールエイコールシェール県を含む。かつては、サントル地域県と呼ばれていたが、2015年1月17日に、現在の名称に変更された。サントルイコールバルドロワール地域県はその名の通り、パリ南部、フランス中央部に位置している。シュフオルレアンは、地域県北西部にある。主要な都市として、トゥール、 アンボワーズ、ブロワなどがある。ロワレ県シェール・ケムール。県アンドル・ケンアニコール。県ロワール。県比較的平坦で広大な土地と温厚な気候に恵まれ、ヨーロッパでも有数の穀物生産地である。また工業生産は、フランス国内で第5番目の規模を誇る。主婦は、ジャンヌ・ダルクとゆかりの深いオルレアン。県内人口は、日本の新潟県と、 同程度。面積は北海道の半分ほどである。ありがとうございます。